皆さん、こんばんは。千尋でございます。今日はね、エルダースクロールズオンラインやっていくんですけれども、ちょっとね、2019年、5月を迎えまして、もうあと今月にね、エルスウェア、新しい拡張パックが発売されるということでね、新しいクラスが追加されますね。ネクロマンサー、楽しみですね。私もね、魔術師系のビルドを、コンプリートさせたいっていうところがあって、各ね、炎、氷、雷、それからヒーラー、そのテンプラーのヒーラーと、ナイトブレードのヒーラー、ちょっと吸血系のね、アンパイアみたいなヒーラー、ちょっと個性的で面白いんですけど、そんなね、いろいろ私ね、キャラクター15キャラいるわけですよ。で、いろんなビルドがいますよということで、私ちょっとビルドの紹介なんかをちょっとやっていこうかなと思ってるんです。ですけどね、私のビルド、エンドコンテンツ向きではないです。だからね、今、DPS、高い人で5万とか行く人いるのかな、5万、4万。当たり前の時代になってきました。チャンピオンランクがね、どんどん上がってきて、プレイヤーの出せる DPS の上限でも、じわじわ上がってきて、今5万になってるんじゃないかと。いうことなんですけど、私そんなね、手だれじゃないんです。長く遊んでます、このゲーム。だからそこそこはやれますけれども、なんでしょうね、そこの DPS に、DPS を極限まで高めるっていうところに重きを置いているというよりは、このゲーム、この世界観にキャラクターを置いたときに、こううまくアジャストするというか、世界観を大事にしたビルド構成に、したいな。だからね、ドラクエで言ったら勇者がいて、戦士がいて、僧侶いて、舞踏家いて、で、僧侶が賢者になってみたいなね。ドラクエ3の話だな、これな。そんな感じで、このゲームって、クラスもあれば、種族もある。ね。で、ビルドの体系、ね、マジカ由来なのか、スタミナ由来なのか。で、近接なのか、遠隔なのか。いろいろ自分次第なんですよね。その、キャラクターのビルドを作るっていうことが。ある程度好きなようにやる。だからね、今説明したと思うんですけれども、ナイトブレード。ナイトブレードっつうのはもう、暗殺者みたいなね、ちょっと、おぞましい技を多用するようなクラスなんですけども、それでもヒーラーができると、ね、組み方次第ではね、回復の杖持って、で、各クラスにはね、3つ、タンク向け、DPS 向け、ヒーラー向けと、3つのスキルラインがありますんで、ヒーラー向けのスキルラインを、積み上げていくというか、育てていけば、ヒーラーが、そんな暗殺者みたいな、スキル構成の、クラスでも、ヒーラーが作れると、言ったように自由なんですよ。私の、これから紹介していくであろう、ビルドというのは、あんまり DPS は高くないです。ベテランのハードモードぐらいだったら遊べますよぐらいの構成ですかね。だから試練とかね、ベテランモードの試練なんかに行くね、高い DPS が求められるっていうのはちょっと、私の動画を参考にしていただいて自分で組み替えてっていう形を取ってもらわないとちょっと難しいかなというところはありますけれども、私の動画を見てくださっている中にも、ちょっとね、弓好きなんで、弓のね、私ちょっとジャックスパーというね、ジャックスパーって何なのかっていうのもちょっと後で説明しますけども、ね、ジャックスパーの弓ビルド、
見ましたと。で、私、弓好きなんで、弓でビルド作っていきたいんですけど、どんなのがいいですかみたいなね、コメントいただいたりもしたんで、うん。まあちょっとね、なんだろう、うん。いろんな人がいると思うんで、ね、いろんな人向けにいろんなキャラクターのビルドをちょっと皆さんにご紹介できたらなと思って、ちょっと、このシリーズやっていこうと思うんで、ちょっと DPS 低いんじゃねえのみたいな、お叱りは、まあご勘弁願いたいと、うん、いうことなんです、うん。というわけでね、じゃあちょっとやっていきましょうか。でね、私、最初に紹介するのは、まあ、なんだろう、運営にちょっと投稿させていただいた、運営というか公式だな、うん、公式のね、ホームページに投稿させていただいたね、森の狩人とジャックスパーの弓ビルドと、うん、いうのを、まあ、1年だか2年前ぐらいに上げたと思うんですけど。まあ、それがね、まあ、2019年になって今どんなになってんだと。うん、まあ、正直変わってません、全然。うん、ちょっと見てみましょうか。スキル構成からお見せしようかな。うん、まあ、ちょっと待って、これ、キャラクターから。これ、スタイルってのは、私のリスタイルのめちゃくスパイにしてるわけです。まあ、スタミナに特化して、ね。まあ、クリティカル 52% ぐらいですけど、今。まあ、ちょっとやってると、まあ、上がっていく、うん、構成になって。で、スタミナ再生も1387ぐらいあるんで、まあ、うまく回してれば、薬含めてうまく回してれば、そうそうスタミナがなくなることはないかなというビルドですね。で、スタミナ再生1387、ここだけでスタミナを管理してるわけじゃなくて、まあちょっとね、薬だったり、セット装備だったりね、うん。と、まあ、何も入ってない状態ではこんな感じですね。殺戮弱っていうのは、後の装備で見せますけれども、うん。装備についてるものですね。恩恵、これは、ムーンダスストーン、盗賊座、ね、武器クリティカル率と呪文クリティカル率を2338上昇させますと。私はまあこれにしてます。うん、これか戦士で武器ダメージ上げる人とかね。あと、なんだろう。クリティカルダメージを上げる人とかいいのかな？わかんないけどね。とまあこんな感じでして、スキル構成、うん。スキル構成の前に装備をまず見せましょうか。ですね。まあ変わってないという感じなんで。まあスプリガンのね。5セット揃えると物理貫通が3450上がりますよーと、うん、いうセットだね。スプリガンの茨ね、セット、うん、それとまあおなじみザニーナオフィリアのセット、ザニーナダイジャセットか。これは試練、うん、クラグローンである試練に参加するといただけるセット装備ですね、うん。で、これ5セット揃えますと、まあ5セット揃えるというか、ちょっと待って、こっちか、うん。全部表示されたかな。まあ2セット揃えるとね、武器クリティカルが833。で、3セット揃えると、殺戮弱がこの時点でつきますと。常時獲得し、ダンジョンとアリーナのモンスターに対するダメージが 5% 増加させるよと、させる。されるなんだけど、まあいいか。これはだから今表でやる分には多分効果ないんじゃないかな、うん。いや、もしかしたらこういう表記なだけであって常に常時獲得って言ってますからね。常にもしかしたら発動してるかもしれない。で、4セット揃えると833。まだ武器クリティカルは。だから、1666ってね、この時点でね。まあ上昇してますよと。で、5セット揃えるとまあ武器ダメージが129上がって、まあ、それと一緒に、このね、自身のスタミナアビリティの消費を 8% 減少させる。これが大きくてね。で、敵を倒すとスタミナを2150回復し、迅速強を8秒の間得て、移動速度が 30% 上昇すると8秒間の間ね。これはね、グループダンジョンなんか行くとね、多くの敵をまあ相当するわけですけども、範囲アビリティをまあ連射することになるんですよ。まあ、その時に敵を倒すとスタミナを、ね、2150回復するということですから、これ次の戦闘に向けてスタミナ回復がなかなかいいという、まあ、だから基本的にはこのザニーナダイジャーセットっていうのは
スタミナの持続力、ね、持久力をまあ大幅に底上げすると同時に、まあ、5セット分のセット装備だからちょっと弱めのフンディングね、怒りのフンディングセットみたいな感じも出てるんで、なかなかに優秀じゃねえかという装備です。まあ試練ですからね、簡単に取ってこれない装備なんで、うん、まあ優秀ですという感じです。まあこれの2セットね、スプリガンとね、まあなんだ、ね、残忍なダイジェット、そしてモンスターマスクセット、だからあれですね、あの武器で2つね、でアクセサリーで3つで5つね、で頭と肩抜いたあのね防具で、ね、5つ作って、胴体、腰、手、足、脚、足ね、うん、で残りの2つ頭肩組んで、ここにモンスターマスクセットを入れるんだと、うん、で前回と違うところが多分ここですね、モンスターマスクセットが違いますと、このストームスフィストのねセットというのが、まあスタミナ再生がまあつくのとね、ダメージを与えると 10% の確率で敵を潰す雷の拳を作り出し、4メートル以内の敵すべてに、まあ、2000と79の冷却ダメージを1秒ごとに3秒の間、3秒間当たるってことだね。で最後に、拳が切れるときには1万と880の物理ダメージを与えると、この効果が8秒ごとに発動すると、ね、まあ、10% で8秒ごと結構な発動率じゃないかと思ってます。でこれがまた、なんていうのかな、近接向きというかな、どこに、ダメージを与えた敵の足元に、うん、まあ、発生するもんなんですよ。まあ、なので、ね、アムライルちゃんのね、遠隔物理セットにいいんじゃねえかと。うん、だから遠くから弓ポ、ね、ポチポチ撃っててもね、敵の足元に発動するんで、遠隔向けなんじゃないかということでこれにしたという感じですね。まあ装備はこんな感じですかね。不自由は基本的にはスタミナをねがっつり上げて、ガチッと上がるところに体力つけてみたりとかして、うん、まあ体力はまあ2000じゃないや2万にね、まあできる限り近づけながらもスタミナを確保するという感じの封じ、ね、でアクセサリーは基本的には武器ダメージの追加を、うん、まあ、3つつけていますという感じでございますね。でもう1個、外見のコスチューム、うん、私もだいぶ持ってるんですけどね、まあ、コツコツ集めたものです。ウッドエルフの先遣隊と、まあ、アムラエルはウッドエルフなんで、この辺り、着せてたこともあったんです。こちらです、ジャクスパー。ね。まあ、ジャクスパーって何なのっていう説明を後でしようって言ってたんですけども、ちょっとね、動画内で説明し忘れてしまったんで、ちょっとね、ここで補填として、うん、まあ、新たに説明させていただこうかと。ジャクスパーっていうのはね、バレンウッドのボーズマーの伝説の意志と書いてありますね。で、なんだろうな、特殊部隊みたいな感じなんですよ。ボズマーの王様を守る特殊部隊みたいのは確かジャクスパー。うん、ちょっと、ここ、だったな、ここ、シルベナール、うん。ここの、シルベナールか。シルベナールを守る特殊部隊みたいのが、まあ、ジャクスパーなんだと。いうことなんですよ。まあなので、ね、ウッドエルフのアムラエルはね、ジャクスパーの一種なんだと。いうことで、このね、弓スキルの、弓スキルじゃない、弓ビルド、ね、裏も表も弓のビルド、ね。あれ、どこ行っちゃった？ジャクスパーあった。アクセントとして全体を革で作られて、なんで革で作られているかっていうと、
ボズマ、だからウッドエルフっていうのはグリーンパクトというね、掟があります。グリーンパクトっていうのは何かというとね、自然を傷つけない。つまり、なんだろう、植物を刈らない。だから草食を取らない。草を食べない。ね、だから穀物もそうだよね、きっとね。肉中心の生活をしてるんですよ。意外だよね。これがジャックスパーのセット。これも可愛らしいんですよ。頭装備なくす。まあカラーリング多分変えてるんでしょうね。元のカラーリングってもんがあるはずなんですよ。こっちじゃないや、コスチューム。これが元のカラー。あ、戻しちゃった。ごめんなさい。これを適用。あんまり変わってないですよ。同じ色の使い方で、ね、自分の好きな色の方を、まあ、指していると。これね、いいな。今更ながらいいな。まあなのでね、森の狩人でありジャックスパーでもある、弓の使い手のねビルドがジャックスパーというビルドにしてあるんですよということなんですね。でスキルの説明しましょうか。それでね、それを踏まえた上で、で表のスキルには、基本的には範囲攻撃とスタミナ管理をまあここに入れてますと。で、三の矢三歩。これで基本的には、基本的にはどういうやり方するかというと、ね、範囲の敵には。まあ大体こんな感じのもんがつきながらの、ね。まあここで、ショーク、ポンと打って、ね。とまあこれ前方の、20×7m、7メートルの横幅で20メートルの奥行きの範囲にこのショークがね、地中襲撃ということで、3秒後にショークの一軍を召喚し、前方の敵に13,376の毒ダメージを与えると。ダメージを受けた敵は、破砕強を受けるので物理耐性が5,285秒の間低下しますと。まあ強烈な範囲攻撃を与えた上に、当たった敵全てが耐性下がると。最高の衝撃なんですよ、これ。まあ、だから地中襲撃を与えると同時に、ね、鉄菱とね、終わりなき観光。鉄菱ね、ターゲットエリアに鉄菱をばらまく、弾を投げつける、ね。1856物理ダメージを1秒ごとに与えて、移動速度を 30% 低下させる。つまり、これに当たった敵はね、1秒ごとに1856ぶ、ね、ダメージを与えられながらも移動速度が 30% 低下させるということは、まあ、敵がにじり寄ってくるスピードが下がりますと 30%、ね、遠隔物理のアムライルチャニ向きだと。で鉄菱の弾が最初に爆発したときは即座に2291物理ダメージを与えて敵の移動速度を 70% 3秒の間低下させる。つまり3秒間全くと言っていいほど動けない。衝撃を受けた敵は3秒間ほぼにじり寄ってくることがないと。にじり寄ってくるのか。刺さってくることはないと。じんわり寄ってきますから、その間に仕留めてくださいよと。で、これと終わりなき看護、ね。複数の矢を空に放って矢の雨を降らすと。肺内の敵に1383物理ダメージを 0.5 秒の間10秒間与えると。これはね、範囲の中でも DPS の高い範囲攻撃です。0.5 秒なんですよ。つまり、1秒間の間にこのね、1383が2回発動されると。それが10秒なんで。2766、2766、2000、7660、
ぐらい10秒の間に与えると。なかなかでしょ。だいたい10秒間でね、1万前後ぐらいの範囲ダメージが基本なんですけど、これ、倍近い与えるのね、これね。いや、これ必ず DPS 裏に矢入れてる方、必ず入ってると言っていいスキル。そして、ね、これで、だから、なんだ、カミソリで、鉄菱で、ね、足止めしながら、ショークで体勢下げて、ね、で、カンコで、ね、削りながらも、こちらの、三の矢三歩で、ね、集中射撃を一発で発射し、目の前の敵に、扇状ね、扇状で20メートル。敵に6035の毒ダメージを与えると。さらに敵の移動速度を40%、4秒の間低下させ、追加の6244毒ダメージを6秒の間与えますと。まあ、これも結構の足止めになるんで、これをね、まあ、バシバシね、まあ、与えてたら、まあ、ある、まあ、大体は沈んでます。これが2、3発当たる頃には。と、まあ、こんな感じでね、まとまった敵をね、ダンジョン内で掃討するにはこんな感じで、と一連でやってみよう。まあ、こんな感じですね。今の段階で2万7000ぐらい DPS 出てたね。まあ、これが全部範囲なんで、全部範囲攻撃の技なんで、まあ、止まった敵でもひとたまりもねえぞという表のセット。まあ、ダンジョンなんかを一人でゴリゴリ行くときは、まあ、大体はこっちを使っているという感じでしょうか。まあ、食事あと9分だからちょっとさ、おいしい。で、裏のセット。裏のセットは、まあ、どういうセットかというと、もう単体向けのスキルをここに集めている。単体に高めの DPS を与えるときこっち使いますというスキルですね。こちら。一発目に軽量化トラップ。これは戦士ギルドのクエストラインの技だね。狙った位置に鋭利な刃の罠を仕掛けると。だからトラバサミみたいの仕掛けるんだよと。発動まで1.5秒かかり1分の間続く。まあ、発動しない間は1分の間そこに置かれるよと。敵が入ってきたらね、発動しますと。ね、罠の起動時に4657物理ダメージを与えて、追加で12684の物理ダメージを6秒の間与える。また敵を6秒の間移動不動にする。さらにフォース弱を獲得し、クリティカルダメージを10%増加させますよと。まあ、だからこれをね、トラップのダメージもなかなかのもんな。6秒で12684。で、発動してるときに4657出てますからね。まあ、それが痛いっていうのもありますけれども、クリティカルダメージが10%増加させるとね、6秒の間。だこのじわじわね、ドットダメージが効いてる間、ね、クリティカルダメージも10%増加させるぞと。これがなかなかいい技で。DPS 上げるのにいいんじゃないかと。で、次、特注入。特注入はもう矢をね、矢のスキルを、矢のスキルとか、表二刀流、裏弓みたいな人は、大体は特注入と終わりなき慣行を入れるために、ね、あとバリスタか、を入れるためにね、まあ弓を持っていると言ってもいい、まあ弓スキルの二強の技の一つです。バンダリの毒を塗った矢を敵に放つ。5778毒ダメージを与え、さらに1万と800。620毒ダメージを10秒の間取る。継続ダメージは最大260%までダメージが増加するが、これは敵の体力が50%以下になった場合に限定される。だ50%以下になってくるとね、どんどんだ、10%、20%、30%でね。で、じわじわ600、600じゃない、260%まで、このね、ドットダメージの、与えるダメージの2%かかると。だもう最終的には、だからもう相手が死にかけているときにこの技使ったら、かなりの、ね、毒ダメージを注入することができるという技です。なかなかいいわ。しかもコストがいい、1531。
これいいんですよね。だからね、なんだろう、同盟戦争なんか行くとね、まあ、あんまり得意じゃない、私もあんまり得意じゃないんですけど、まあ、弓でね、遠巻きからチクチクすると思うんですよ。まあ、この毒の矢中に撒いてるだけでも結構いい。いろんな人にね。で、次。私がね、このジャクスパーの弓ビルトというスキルを作るにあたって、まあ、メインスキルとしようとしてるのがこの死の矢。矢で敵の急所を狙い撃ち。ね。あ、これ、チャネリングというか、炎症時間があります。1.1秒後に発動すると。14,916のダメ、6ダメージを、6ダメージのダメージと、6ダメージをまあ、与えると。で、それと合わせて、まあ、毒ダメージ状態にする。その毒ダメージ状態のは書いてないけども、毒ダメージはちゃんと入ってます。ちょっと行ってみますよ。あ、じゃあ、待って。あ、大丈夫か。ね、883ずつ減ってるでしょ。クリティカル入った。1324。まあ、んな感じで、ちゃんと死の矢にも毒のドットダメージっていうのが入ってるみたいです。入ってるね。ちょっと待ってね。あ、でもこれ裏には毒入れてないから大丈夫か。毒も入ってますと。継続ダメージもだからね、14,916と別に入ってますとね。で、さらに汚染鏡の効果を与え、引き回復力と体力再生を最大 10%4 秒の間で低下させる。つまりこれはね、同盟戦争の PVP なんかで、これを撒いてると、相手の非回復力が30%低下するんだよね。だから、相手の、なんだろうな、しぶとさがだいぶ収まると。すぐ回復されてね、なかなか倒しきれないっていうね、相手にいいんじゃないかと。まあ、私自体が相手をね、1対1で倒すってことはまあないですけど、仲間のサポートにいい技だと。で、まあ、なんでこれをメインにしてるかっていうと、このね、14,916の、一発の高さ、ね、これにちょっとね、ロマンがあるんじゃないかと。これをね、スニーク状態、隠れた状態で後ろからね、ポチッと当てると、まあ、これは多分真正面向いてるから、そんなことないと思います。あ、でもそれでも2万7000いくんだね。まあ、うまくいくと3万ぐらいいったりとか。まあ、だから、相手によってはだよ。まあ、一発で仕留めることができたりもするわけ。これにロマンがある技だと思ってたんで、これをメインにしていこうと。これのダメージを上げるために、いろんな準備をするというのが、私のジャックスパーの、まあ、ビルド体系なのかなと。で、またね、このね、スキルたちを、ね、底上げする。で、この獰猛、猛禽か。猛禽類の猛禽だよな、これね。敏捷の霊魂呼び出して、迅速鏡を4秒の間、耐久鏡を10秒の間、移動速度30%、スタミナ再生が20%増加される。10秒の間だね。10秒の間、スタミナ再生が20%増加されて、移動速度30%が4秒の間だと。で、これはあんまり、必要としてないというか、もちろんね、攻めてる後半にスタミナがちょっと怪しくなってきたなってなった時に、ちょっと挟みながらやったりするんですけど、スタミナ再生が20%上がりますんでね。結構なもんになると、回復力が。まあ、なので使うんですけど、基本的には入れてるだけです、ここに。スロットに装備してる間、強戦し、弱を得て、余ダメージを8%上昇される。これがメインです。これを得るために、ここに入れてますよ、というのが、猛禽の私の持ち方で。これでね、なんだ、戦士スキル、戦士ギルドの、スキルラインの、アルティメットアビリティにね、至高なる破壊者4っていうのが、まあ、手に入るんですけど、至高なる破壊者というか、なんかの派生です。これだね。暁の破壊者の変異。だね。
で、これをね、単体用に入れていくことで、メリディアの聖なる剣で武装して天罰を下し、目の前の敵に12,434物理ダメージと追加の13,971物理ダメージを5秒内で与える。これもこれを使うつもりでここに入れてるわけじゃなくて、スロットに装備している間、自分の武器ダメージが 5% 上昇する。っていうのとですよ。ここにね、戦士ギルドのスキルラインのセットが2つ入っていることで、2つ入っていることで、この戦士ギルドのパッシブアビリティのスレイヤー、スロットに装備している戦士ギルドアビリティ1つにつき武器ダメージが 3% 上昇すると。ということなんで、2つ入っているから 6% 上昇するというのも加えて、このね、シノヤを強化していると いうことなんです。で、ここにまだ残忍弱、残忍強だっけ、セットのね、なんかが加わってどんどん上がっていると。でですよ、で、もう一つグリーンロータス、これが大事なんです、私のスキルに。で、ロータスの、これはあれだね、緑と調和のね、スキルの中にある、グリーンロータス。ロータスの祝福を受け、軽攻撃が体力を1,346、完全にチャージした重攻撃が体力を4,039、自身か周囲の味方を20秒の間回復する。20秒じわじわ回復するんじゃなくて、この効果、効果中であれば、軽攻撃が3,346、重攻撃が4,039、仲間が自分を回復しますと。つまり、私というか、基本的にはですよ、このゲーム、スキルとスキルの間に軽攻撃を挟んでキャンセルさせて、モーションを。で、DPS を上げていくという、スタイルがあるんで、つまり軽攻撃、基本的にはずっとしてるわけですよ。なので、20秒の間、1346は常に回復できますよと、いうものですね。つまり、これで回復をしていると。仲間が傷ついている場合は、私が感知してない間も、仲間を回復したりもしていると。で、20秒の間に1回使って、自身は、どうも今日を得て、武器クリティカルが2191、20秒の間乗車され、効果が続いている間は、武器クリティカル上がりますと。いうスキルの構成ですね。いかがでしょうか。で、チャンピオンポイントの説明しましょう。これはチャンピオンはね、それぞれ動画見てくださってる方はね、このビルドをやってみようかなと思う方が、810以上あれば、フルでつけられますけれども、まだね、チャンピオンにもなってないですと。いう方はちょっとあれかもしれないですが、今後の参考のためにちょっと一回見ていってください。まずですね、この盗賊座、魔術、精霊座か。精霊じゃない、魔術師座だよな、こっちはね。で、戦士座。その中の、春馬、淑女、太鼓、で、盗賊座の塔、恋人、影。で、魔術師座の見習い、精霊、儀式と。なんだろうな。各、星座に、なんだろうな。個性の出る、ものがいくつかあるんですけど、これをね、自分で振っていくことで、次キャラがね、レベル50になるとチャンピオンランクに入って、それ以上の成長はこちらのチャンピオンポイントの振り分けというもので、おのおの作っていくということなんですけど、ちょっとその構成を、私はこんな風にしてますよと。で、大事なのは、スタミナをね、スタミナビルドなんで、スタミナの維持管理が大事だなと。いうことで、この盗賊の恋人座で、完全にチャージした重攻撃で回復される間近とスタミナを 14% 増加させる。つまり普通に重攻撃当てた時よりも 14% 増加させた血が回復されると。
これにまあ75振ると 14% まで増加まで上がるということです。で、寄生動物っていうものに75振ると、ね、スタミナ再生を 14% アップすると。で、これを2つ得ることで、収穫の達人っていうものがあって、ね、収穫時間が 50%、あとはあの風の走り点、移動速度と騎乗速度を 2% 上げる、さらにダッシュの間体力と間近の再生を 10% 増加させる、スタミナ以外は早く回復するよと、ね、まあいろいろありますね。シナジーソース、シナジーアビリティを発動すると 2 アルティマを獲得する、ね、工作、資源アイテムの収穫時に 10% の確率で2倍のアイテムが手に入ると、まあいろんな感じであるんです。間近の再生とかね、体力再生とか、まあでも DPS のね、スタミナの DPS ですから、まあスタミナに特化しておいていいだろうと。でこちらのね、塔でいろいろありますけれども、打破の消費が 16.31% 減少する。まあだからね、相手の攻撃で移動不能だったり、フラフラだったりね、なんだろうな、まあ移動に制限がかかった時に、L トリガー、R トリガー同時押しだったかな、すると、打破。まあ、スタミナをちょっと多めに消費して、解除するという技が使えるんですけども、それの消費を、まあ、16.31% 減少させると。まあ、これが結構スタミナを消費するというのも ありますし、結構使います。まあ、なので、ちょっと多めに、振っておくという形ですね。で、これでついた、これか、ひらめき。まあ、これはまあ別にいいよね。吸収を使用したとき 30% の確率で敵の移動速度を 20% 3秒低くする。なるほど。で、もう一つ、このあたりね、アクロバット、ロール回避の消費を 20% ほど、まあ、減らすというのと、ね、防御をしたときに 10%。スタミナの消費を減らすと、ね、こっちも同じ、ロールもね、スタミナの消費を 20%、 つまりだからスタミナ管理、いろんなことのスタミナ管理をここでまあ上げてますと。だコスト削減をここでしてるわけね、スタミナのね。でこれ結構大事、トレジャーハンター、ね、宝箱で見つけたアイテムの質を上げる。まあでもこれぐらい振ってれば、ね、ここは空きますんで、こんな感じ。宝箱や金庫から手に入るゴールドが 50% 増える。いいね、これね。夜の修理代を 10% 軽減する。これもありがてえ。で、魔術師座に入ると、ね、こっちのね、儀式という方が物理ダメージ系のダメージを底上げする、星座。で、この見習いという方がどちらかといえば、マジカのね、魔法攻撃系に、のダメージを上げる、まあ、星座になっております。まあなんで物理じゃスタミナビルドのね、まあムラルちゃんをここに振ることはまあ振ってもこのね、治療の効果を何パーセントか増加するみたいなものかな。で、ここは基本的な軽攻撃、重攻撃、あとなんだろう、直接攻撃って言ってアビリティでもそうだけども、一発目というか、メインに当たるダメージに効果がある。直接攻撃のダメージね。だ、じんわり、だからなんだろうな、毒の矢なんかで言うと、一発目のね、ズボッて当たってね、いくついくつのダメージを与える、さらにね、さらにの前のね、いくついくつのダメージを与える分のダメージがここで上がると。20% ね。で、これと、このマスター、アトアームズっていうものをまあ上げておくことでね、まあ、一発目がだいぶ強化される。これ結構伸び率高いんで、強めに振ってます。 20.15%。 でここに振ってもいいんだけど、軽攻撃、重攻撃っていうのもまあ常にするもんですから、ここにも強めに振ってもいいかもしれない。だから15-15ぐらいに振れるのかな、もしかしたら。そっちの方がもしかしたら効率いいかもしれないですね。こっちは、物理武器専門家、ね、両手武器、片手武器、盾、二刀流、弓、ウェアウルフ形態による軽攻撃と重攻撃のダメージを、6.7% 増加すると。で、杖ね、魔術師使ってる方はこっちの方だね。
まあ、スタートアームズっていうのは、物理とか魔法とか関係ない。一発目のダメージの、ね、あの強化ですから。で、ダメージシールドを持つ敵に対するダメージをっていうやつも、うん、どうなんでしょうね。これは、多分ですよ。PVP 用のかな。マジカの人とかなんか結構やってるでしょ、ダメージシールド貼っとくみたいな。それはこれをちょっと強めに貼っとくとなかなかいいかもしれないというものですね。で、まあここに振っとくことでね、パッシブのブッチャーまで行ってもよかったなーって思いますね。あと9か、あと9上げれば精霊ランク75でここが解除される。体力 25% 以下の標的に対し、蛍光技と重攻技のダメージ 15%。まあでもあんまり伸び率高くないから、別にそんなにね、ここ頑張ってあげる必要ないかもしれない。近接攻撃をブロックすると 15% の確率で、敵に6274物理ダメージを跳ね返すんだね、じゃあね。この効果は5秒ごとに発動すると。常に反射するわけじゃないと。で、重攻撃をブロックすると7秒の以内に次に使う軽攻撃は追加ダメージ 30% 与える。反撃が強めになりますと、ね。ブロックして返した一発目が 30% 強いと。で、スタミナビルドですからこの辺りに強めに振りますよとね。魔術の素質。継続ダメージの効果によるダメージを 20.15% 増加させると。これはここだけはね、物理と魔法関係なく、魔術師の人もドットダメージ多めのスキル構成であれば、ここに強めに振っていいと思います。20.15% ね。まあ、56振ればこれだね。で、精密攻撃、スタミナアビリティによるクリティカルダメージとクリティカルの回復の量が 20.15% 増加されると。まあ、だからクリティカルダメージが基本的に増加されますね、これはね。クリティカルダメージって、一発が重いんで 20.15% も増加された結構な伸びがあると思います。で、突き刺し物理貫通力が3906上昇すると。ここにもうちょっと振ってもいいかもしれないですね。兄弟物理毒病気ダメージを 10.15% 増加される。まあだから物理攻撃の基本的なダメージはここで全部、上がりますと、ね、10% ほど。これの伸び率があんまり高くないんで、ここに頑張りすぎてもよくない。43ぐらいで 10% 上げるのはちょうどいいかなという感じですかね。うん、で、ラストスタンド。体力 20% 以下になると、郵送強を獲得して3アルティマを 1.5 秒ごとに8秒いると。まあ、死にかけたらね、奮起して、ね、一撃必殺の回転が速くなるということだね。最終出社。フラフラ状態の敵に対するダメージが 10%。武器クリティカル、全然噛んでるな、今日。武器クリティカルが 9% 上昇する。完璧になるだけ。これもありがたいね。武器クリティカルが 9% 上昇する。発動率なのかな？ダメージなのかな？まあ、わかんない。はっきり書いてないね。風緑。敵を妨害したとき7秒以内に使う次の物理ダメージアビリティが、追加ダメージ 15% 与えると。これだから敵が赤いファッファッファって光放ったときに強撃で、ね、妨害すると 15% 上がるとかだね。で、こっちがね、戦士座というのが、まあ、基本的には防御面、ここね、魔術が攻撃面、まあ、盗賊が、リソース管理面だね。アイアンクラッド。直接攻撃ダメージを 20.15% を低下させる。つまりね、これマスターアートアームズの逆側です。相手が行ってくるスキル、つまり、もしくは普通の、攻撃。ね、軽攻撃、強攻撃。まあ、それが 20.15% 低下される。なかなかですね、これ。で、中層鎧をね、基本的にはセットしているんで、アムラルちゃんは。で、中層鎧を5つ以上装備していると、物理耐性が2692増加すると、ここに振っておいて、ね。もう一個、呪文耐性が2692上昇すると。まあ、ウッドエルフですからね、そんなに呪文耐性高くないと思うんで、こっちにもちょっと振っとこうと。
で、クリティカル耐性を725振っとくことで、PVP でちょっとだけマシになる。まあ、クリティカル持ってきますからね、プレイヤーさんというのは。クリティカル耐性がないと、もうあっという間に沈められてしまうっていうのがあるんで。まあでも25なんて低いもんですよ。多分ね。まあまあ、PVP 向けのじゃないから、なんだったら NPC のクリティカルに向けたね、クリティカル耐性という感じですかね、これは。で、この、宿女は、基本的にはね、ここの2つに振っとけばいいかな。魔術師なんかで、軽装鎧なんかね、装備してる方はここも振るかもしれないですけど。自分に対する物理毒、病気ダメージを 10.15% 減少させる、うん。で、自分に対する炎を氷結、雷撃の魔法ダメージを 10.15% 低下される。まあ、だから基本的なダメージはここで 10% カットできていると、うん。オブリビオンダメージぐらいかな。ここでカットできてないの。そしてクイック再生。ここはもうクイック再生だけでいいと思います。重装鎧装備する人以外はね。ダメージシールドの有効性を上げてもいいかもしれないね。ダメージシールドを、防御の要としている方も。クイック再生、非回復力を 10.15% 増加させると。まあだから自分にかかってくる回復を多めに、10% 多めにもらえますということですね。まあこれによって、回復面でしぶとくなってくるという感じに振っております。まあ、多分。多分ね、まあ、これは一般的な感じなんじゃないかなと思ってます。いろんな人のそのチャンピオンの振り方みたいのをね、見て、ある程度自分でも個性出しながらもこんな感じに。うん、っていう感じで振ってるんで。まあ、これで多分、そんなに問題ないはずです。まあこんな感じですかね。このビルドを形成している、構成というものは。というわけでして、早速ここから、実技というかね、まあ標的用のアルゴニアン君がそこで待ってますんでね、ちょっと減らしましたけども、彼を相手にちょっとDPS 出してみようかなと。もう私もそんなね、うまいプレイヤーではないんで、ちょっとそんなにうまくいかないと思いますけれども。まあ、こんな流れでやってますと。ちょっとね、がっつり行く前に、ちょっと流れを一回やってみましょうか。まずね、裏側というか、単体側の、ちょっと待って。単体側のね、この二つ。グリーンロータス。で、猛禽を使って、軽量化トラップを当てたら、裏に返して、地中襲撃を放つ。で、放ってる間にね、ブルネッジを入れといて、で、ここから、カミソリに鉄菱。で、終わりなき観光を撃つあたりで、ね、地中襲撃が発動されるんで、もう一回地中襲撃撃ってから裏に返しますと。で、裏に返ったら、もう一回軽量化トラップから、ね、毒注入。で、死の矢。死の矢を2回か3回ほどね、連続で発動させた後に、1周目はグリーンロータス打ちません。で、裏に返して地中襲撃。で、カミソリ鉄菱。ね、終わりなき観光。で、もう一回地中襲撃打って戻って、ね、トラップ、毒注入、死の矢、ここでグリーンロータス1回打つ。で、戻って、で、ブルネッジ、まあ、地中襲撃撃ってからでもいいですね。地中襲撃撃ってからブルネッジ、カミソリ鉄菱、終わりなき観光、戻って、軽量化トラップ、毒、あれだね。もう一回の地中襲撃抜かしてたね。地中襲撃もう一回入れてから、ね、カミソリ、軽量化トラップ撃って毒注入ぐらいで、ね、地中襲撃バーンって出てくるんで、物理耐性が下がると。で、そこにね、毒注入、死の矢与えて、2回与えて、で、グリーンロータスかな、次の週。でも、こんな感じのローテーションするんですけど、あんまり慣れてない。あんまり慣れてないです。まあ、なんで、
バラバラになりますけど途中で、まあこんな流れですよとね、基本的にはね、そんな流れでやってれば多分まあそこそこ出るかなと。じゃあやりますか。ブルネッチもここで入れとくか。ブルネッチ薬飲んでグリンロータスの、はい、あ違う、ね、違う、バリスタ来てくる。もうバリスタ来たらもうすぐ入れてください。あ、ここローダスじゃなかったな。2回打ってるから今で、ここでブルネッチ入れなきゃなんだもんな。めんどくせえ。はい、ここでローダス。あ、バレスもう一回来てくる。あれなんか、あー入れてない、襲撃入れてない。なんか止まるな、なんだろう、重いのかな、撮影と一緒にやっちゃうと重いのかな。いやー伸びてないな。ちょっとね、練習でやってたので2万9000ぐらいいくのはあったんだけど、ちょっと上手くないですね。ちょっと、下手ですね。ちょっと何回かやってみますか。私の練習も兼ねて。まあこんな感じですね。まあ、1、10、100、1000万、10万、100万、1、10、100、1000。300万ぐらいの敵を、まあ、スタミナが枯渇せずにやれましたかね。うん、じゃあちょっともう一回やりますか。崩れてきちゃった。ダメだ。というわけで、まあコンスタントに2万6000、2万7000ぐらい出るかという感じですかね。さてじゃあね、こんな感じで踏まえて、まあ、単体ではこんな感じなんで、今度はねグループダンジョンにちょっとソロでちょっと挑んでみて、ね、集団戦どんな感じなのかというのを皆さんにちょっと見ていただこうと。じゃあ戦闘こんな感じです。これがジャックスパーの戦闘衣装だ。なんつって。よし、じゃあ行きますか。もしね、ロータスでしんどかったら、ちょっとこの技ありますので。これね。不屈の活力。これをね、ロータスに入れるんじゃなくて、モキに入れてください。まあないし、あモキか、でもモキだな。基本的にはねグループダンジョンで行く場合こっちのセット多めなんで、あんまりここのね常にっていうやつはそこまで必要かというとそうでもない。どちらかというとあれも生き残るために不屈の活力入れとく方が安定しますね。まあでもソロで行くこともないと思うけどね。
ストーンフォールの地下の火山性の岩でにできたこれらの広大な洞窟はかつて古代のチャイマーによって知られざる目的に用いられていたが、遥か昔にエルフからは放棄されている。今ここはゴブリンやその他の地下に住む者のねぐらに、ねぐらであると。ドゥルーとかね、カニみたいなやつ、タカアシガニみたいなやつ。よし、あ、書物読んでな。結構読んでね。何のような。いや、ちょっと、はい。いろいろあって。何のようだって。いいじゃない、何のようでここに来たって。よし、じゃあ行きましょうか。こんな感じっすね。なかなか。基本的にはロータス使ってから開始。つけないでー。なんて？ドゥルー助けて。待ってくれ、も助けてやる。襲ってくんかい。すまんな、せっかく助けてやったのに襲ってくるからだよ。で、一面のボスだね。一面のボス。まずはザコを掃討してからボスに、ボスに助かっていく。挑む。うわ、縛られた。で、装用というか、単身用に着替えて。悪くない。で、この移動中のこの猛禽がいいんですわ。間近だからね、スタミナ回復に邪魔しない。基本的にはね、この、鉄菱とかは、相手向かってくるんで、まあ、どういうことを言ってるかというと、相手が踏み込んでくるようなところに置いてやるのがいいかもしれない。あれ、どうですか、入れてる。はい、失礼します。マムカ、助けてやる。待ってろ。分かってたよ。軽攻撃ごとに回復してくれる。アダマンタイトと、おもふくじゃないの、違った。あ、春じゃん。全然違うとこ見てた。あげて。よし、ラペンラペン。なんだよなんだよそれ。どういう言葉なの。いや、もう体力やべえなってなったら軽攻撃で回復してください。メモか。よし。
出てこなきゃよかったな。で、あそこにいるぞ。渦在族長がいるぞ。痛い、痛い痛い痛い。当たらん。何よそれ。ブラックハート行ったんだな、これ忘れてた。よし、というわけで後半戦、ウンガル洞窟の後半戦はゴブリンの特徴となってトゥルーと対決すると、まあ、クエストじゃないんでね、ついてきてくれないですけど、従者がそんで、いや、もったいない。ゴブリン寝てるね。死んでないですよ、これ。チーズ、チーズ、チーズをここでもらえるっていうのが決まり。ゴブリンたちここで生活してるんで。よし、行くぞ皆の者。ちょっと早かったな。よし、助けてくれ。やったやったやった。宝箱ないか。よし、やってやってて。燃え上がらせろ。燃え上がらせてくれ。待ってくれ、待ってくれ、まだこいつらがいる。ま、待てないのか、お前たちは。あれ、当たってねえな。一匹いったぞ。そいつは任せた。ムークウォーターのブッチャーたちを。よし、次だ次だ。そっち行くんじゃない、まだここに戦うやついんだからな。そいつをやったからって先に行くなよ。燃え上がらせろ。分かってるか。分かってないな、あいつら。よいしょ、ちょ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 
ロータス使わなきゃちゃんと。ロータス使おうと思ったらもう 裏側の、ショークみたいな。はい、まだまだ油断すると死ぬね。強いんだな。ちょっと体力回復だ。ありがとうありがとう。なんならもうロータスピチピチしてれば勝てる。おいおいおい、どっちが強いのかな、お前の DPS と俺の HPS。こんなダメだ、時間かかる。よし。お、やれるじゃないかお前。見くびってたな。鉄瓶の中に入っててくれ。あーもう寄せてくれ。やばい、はい、あ、ウォーターの戦士たちが、よいしょ。あ、スタミナが、スタミナが、あ、死んでた。なんだ、綺麗に決めさせてくれ。国団の刀剣にかけてやったわ。やったね。これよ、祠を見つけたわ。うん、俺が見つけたんだろう。いらってる。ここから去りなさい。この扉の先に広がっていることはあなたに関係ない。美人だけどね、ダークエルフの中では美人さんですよ、ビラテラ。うんと、まあこんな感じです。対集団戦、もうちょっとねグループでやると多分相手と距離取れるんで、もうちょっと DPS も乗るし楽に戦えるはずなんで、うん、まあソロでねちょっと試しに来ましたね。ちゃんとブッチャーと、ね、破壊者残ってくれたよ。仲間が残ってくれた。仲間と一緒に今日は終わりにします。まあ今日はねこんな感じでジャグスパー2019と、まあ、いう感じで皆さんにね、ご紹介しましたけど、ね、今後だからこんな感じで私のキャラクターたちをご紹介する動画をちょっとねちょいちょい作っていこうと思ってますね。よろしければねそちらの方を参考してね、そちらを丸々やるというよりも自分なりにね自分がこうしたいっていうところがあったらそれに勝手に手を加えていただいてね、うん、まあ、自分なりのビルドというものを
まあ、作り上げてこのゲームを楽しんでみてください。それを受け入れてくれる世界なんで、これはありがたい。自由度が高くてありがたい。個性を作りやすい。というわけで、じゃあ今日はここまでにいたしましょう。長時間のご視聴ありがとうございました。次回の放送も、よろしければご視聴の方をお願いいたします。というわけでお疲れ様でした。ごきげんよう。さなら。お疲れ様です。